リピーターを搭載したムーブメントリピーターとは時計においてボタンまたはレバーを操作すると現在時刻を鐘の音で知らせる機構のことである。ウェストミンスターチャイムやオートマタ自動的に1時間15分単位を知らせるソヌリという複雑機構をさらに組み合わせたものもある。もともとは夜光塗料がなかった時代に暗闇でまたは 海中時計を海中から出さないまま時刻を知るために製造されたものであるが腕時計では静かな場所で耳をすますか耳に近づけないと聞こえない程度の音量しか出せない1676年イギリスのエドワード・バーローによって発明された発明当初は金属製のベルを複数搭載していたためもっぱら、オケ時計などに使用され小型化は困難であったその後 1783年にアブルイブレゲがリング状のゴングを発明し、懐中時計のムーブメントの外周に配置することによって初めて小型化に成功した。以降現在まで広く用いられている。ちなみに腕時計には1892年、ルイブラン社によって初めて搭載された。15分単位で知らせるクォーターリピーター。5分単位で知らせる5ミニッツリピーター。 一分単位で知らせるミニッツリピーターなどがある。ミニッツリピーターは通常二つの音色により時四半時分の三系統によって時を告げる。この他に時十分、分の三系統で時を告げるものはデシマルリピーターと呼ばれるが採用された例は少ない。最近の例では A ランゲゾーネが2015年に発表したザイトベルクミニッツリピーターが挙げられる。 機械式時計における三大複雑機構の一つである。特に腕時計のミニッツリピーターは超絶二項であり、ごく一部の極めて高度な技術を有する時計職人にしか製作、メンテナンスすることができない。日本でも成功の高級部門、クレドールが2011年に発表したのみである。ケースが共鳴体の役割を果たしその素材や大きさ、厚みなどによっても、 音量や音質に差が生じるため、良い音色の実現のためには、ケースの使用も重要となる。ケース素材は18金のほかプラチナ、セラミックを使ったものもあるが、一般的に硬い素材ほど大きくはっきりした音になる。通常、リピーターは機械式時計にのみ用いられるが、日本のシェルマンは1995年に初めて、シチズンの協力により、 ミニッツリピーター機能を搭載したクォーツーで時計、パーペチュアルカレンダーミニッツリピーターを開発しており、以降主力商品のグランドコンプリケーションなどに用いている。シチズンも自社ブランドカンパノラで採用している。ただしこれらは合成音によりゴングの音を再現している。リピーターは音を外に聞かせるという性質上、従来のものは防水が事実上不可能であった。 近年では、防水性と音量を両立させる試みが各社により行われている。ゴングを音響板に取り付けて、音を増幅させる、風防とゴングをサファイアクリスタルで一体成形するなどの例がある。ミレム、ウィリス・アイ、タイムタイムキーパース、ニューヨーク、マクミラン、ISBN0 から 7800087P206。 例えば、カンカンカン、キンカンキンカン、キン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 ,キンの場合、時の鐘が3回、市販時の鐘が2回、分の鐘が4回であるため、3アワープラス25ミニッツプラス4ミニッツで3時34分となる。サイトベルクミニッツリピーター、エイランゲゾーネ、2015年1月19日、同年11月2日閲覧成功130年の歴史と技術。 時計作りへの情熱が、決勝国産初のミニッツリピーターが満を持たして登場。成功、オープナー、2011年5月22日、2015年2月25日、閲覧、デュアルタイムリピーター、シェルマン HP、グランドコンプリケーション、シェルマン HP ハットミニッツリピーターとは、その歴史と代表的、モデル、ウェブクリノース。ありがとうございます。